もこっちはたかしです。今日も元気にいきましょうです。はい、今日の動画は何でしょうか。ワンピース文字数だけで名言当てるクイズ出ました。激ムズ。昔一回やりましたね。はいはいはい、やりましたね。これはですね、あの文字数だけ指定する、うん、あと文字数と記号ですね、うん、びっくりマークとか、うん、あと、ね、今回濁点もつけております。あ、なるほど。マニアなら答えられるのかってことですね。だからいやー、ちょっと正直ね、もう全然最近はもう何ナレッジの勉強とかもしてできてないから、うん、ちょっと自信はないですけどね、うん、まあ、ナレッジにも出ないような、ね、問題ではありますからね、多分あんまり、うん、でもワンチャンね、そんなにニュータイプの問題急に出たりするから、意外とねこのチャンネル見てる人ね意外といい時あるからはい、じゃあそれやっていきたいと思います。それでいきましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録、またの方よかったらチャンネル登録お願いします。こういったねバラエティ企画も上げてます。一緒にワンピース楽しんでいきましょう。はい、そんじゃ行きましょう。ではね、今日はたかしさんとあとケイさんも一応ね、はい、答えてもらうので、うん、とりあえず一応って言われてんの、フリップは持ってきたよちゃんとちゃんとね、うん、さっき佐藤さんに、うん、一応持ってきてもらっていいですかって言われてではとりあえず1問目いきます。はい、ではこちら。うわむず。これでもいっぱいあるかもしれないですけど、うわ何 ?6 文字で濁点が2つ2箇所あってびっくりマーク4つ。分かんないかも。ただめっちゃ有名な名言、もう来たなーってなるとは思います。マジで、うん、なるほどね。これの難しいのはね、どこが漢字なのかも分かんないっていうね、難しさですよね。あ、漢字もあるってこと？漢字は一丸です。あ、むず。だからあの原作の駒通りですね。なるほど。あ、今ので分かったわ。そうです、全部そうです。あ、分かった分かった。あ、分かりました。あー気持ちいい、これ分かると気持ちいい。全然分かんない。濁点ですね、注目は。特に、うん、2個目の濁点が注目です。はいはいはい、これあの俺絶対外せないよね。うん、そうよ。じゃあもう一個ヒント出すよ。うん、これ俺以外にももう一人絶対外しちゃいけない人がいますね。のすけさんですね。のすけさんと私は絶対に外せませんね。おー、え、どういうこと分かってなかった。ダメかもしれない。じゃあケイさん。バーン、海賊王になるいや、え、どこに点々どうしたの。濁点もありますからねいや、この海賊王にまず点々とお、おうってこと。おう海賊っておうってことなるの。なに点々がつきます。こうです。いや、まあワンピースにありますけどそういうこともあるけど。じゃあたかしさん。はい、バン、仲間がいるよ。がとるに点々なんですよ。そう、そこね、るに点々がね、あるなしでね、最初スタッフさんの間でも話してたから、本当の正式名称で言うといるよチューブになっちゃうんで、うん、うん、そうです。でもそこ一応取ってやってますから。では正解は、はい、こちら。仲間がいるよっていうことですね。よかった、本当だ。たかしさん正解。やだ、これもうむずいですよね。やっぱもうピンとひらめかなきゃ全然わかんない。全然わかんないよこんな全然わかんない。全然わかんないよこんな続きましてこちら、はい、これもむずい。むず。これは点々ではないですね。あのなんか文字くくってるやつですね、はいはいはい、最初の点は。2個あんのね。そう、それヒントね、はい、しかも2文字1文字という。なんか思い出せそうな出せなさそうな。全くわかりませんいやむずいよこれは文字数じゃないんだもんね、漢字も入るんだもんね。そうです。だからもう原作の文字数ですね。ちょいヒントいきます。うん、点々で囲ってある単語2つあるじゃないですか、うん、はいはい、これ全部漢字でございます。漢字はそこだけ。そこだけ。なるほどね。これも有名ゼリフではあるけど、まあ先ほど有名じゃないですけど、もういや全然わからん。こんな難かったっけこのクイズまあ確かにこれもむずいかもしれない。なんかその要は漢字2文字だけど、その結局音が何文字かが分かんないから何にも分かんないんだよね。そうね。まあ前半ですね。60巻より前。60巻より前。マジで何にも分かんない。ダメだ、お手上げ。わら。うん、全く分からん。音も分かんないんだよ。2音なのか4音なのか3音なのかも分かんなくて。最初のじゃあこの2つのこのくくってある漢字って言ったやつは、うん、ひらがな4文字です。4文字でもちっちゃいのとかも含めて4文字。はいはいはい。で後ろは2文字。42ね。まあむずいですねこれは。普通にね、これむずいわ。Kさんもう分かってるんですか。いや何にも分かんないよ。
ずっと埋めてはいんの？いや、埋めてもいない何にもわかんないんだから。何にもわかんない、これもう最大ヒット、空島編です。空島？空島だ。ダメだ、わかんない。あら、まあ難しいかもしれない。全然わかんない。こんな難かったっけ、このクイズ。難易度バグってない、これ。いや、バグってますよ。まあやってることはバグってますからね分かる方がすごい話ですか。これダメだ、うえ、悔しい。空島のもう超有名人物のセリフです。ダメだ、わかんない。お手上げだ。悔しい、これ何にもわかんねえわ。じゃあちょっと K さん、とりあえず埋めたんで K さんの見てみましょうか。キモい回答になりましたいやじゃあ K さん、はい、わーん、私は我なり神ごとやばいや、怖っ。私は我なり神ごっと。いやいや、めちゃめちゃ噛みまくってるのでは高橋さん。いや、もうダメ、何にもわかんない。人の夢は終わらねえ、当てにすら言ってね、とりあえず書いた。はいはいはい。誰のセリフかだけ。エネルさんです。エネル、エネルなんでしょ。だからこれね、で神は合ってます。この下、A さんが神って出た部分の神は合ってます。あー、わかった。いや、わかったけどこれむずいって、これ。わかったけどエネルって言われてわかるよ、これ。本当、はい、恐怖こそが神なのだ。正解でございます。あー、いや、これむずあ、有名セリフじゃないのかな、あんまり。これはまあ有名だけど、その聞けばわかるけど出なかったな。じゃあ俺あれだ、下の神のところだけ合ってるね、ね、やべえ、合ってんじゃん、そこ計算 0.25 ポイントですかね、これ4つに分けた時に 0.25 ポイント。 0.25 入った、よっしゃちなみに計算なんて書いたんでしたっけ、今。私は我なり神ごっとって書きました私は我なり神ごっと。おもろいな、おもろいな、キモキモキモ回答だなじゃあ次、前回もやってるのでね、ちょっと言葉がむずいかもしれないですね。じゃあこれシンプルだな。ちょっと僕今意地悪してますけれども、次お考えください。あーあー、あれでもこのバージョンか。まあいいや、とりあえず空島ですか。空島オッケー、分かった、これはいけた。何これ、ちょっと待ってまあ他のセリフもね、もし当てはまってたらそれも正解ではありますからね、はいはいはい、なんですかこれは。でもこれはもう俺のが合ってたとしたら、もう超絶ウルトラ有名、もう有名という概念すらもう超えてる気がするんだけど、当たってたとしたらこんだけって外したらすっげえ恥ずかしいけど。でもなんか違うかもしんないな、高橋さんが言ってんのと。えでもしかしたらそれあんのかもしんない。え、あるよ。あ、だからあれなのかもしんないね。あ、ほんとだね。だってあれってそうだよね、合ってるよ、ね、あれってそうだ。何パターンかあるんだ、だからこれ。それ何パターンかあるわ。あ、あとこれもだ、確かこの表記だった気がする。じゃあ K さん1個ヒント、俺が言ってるやつなんですよ。たかしさんと俺が言ってるのもしかしたら違う、食い違ってるかもしれないんですけども、はいはい、うん、さっき出てますさっき出てる、さっき出てます。神ゴッドじゃない、神ゴッド、神ゴッドもしかしてそのの私は我なり神ゴッドじゃない。あ、わかった、そういうこと。では K さん、海賊王に俺はなる。はいはいはい。ではたかしさん、僕2つです。バン、海賊王に俺はなると人の夢は終わらねえ。両方とも3-4だって気がするんだよな、びっくりマーク。でも海賊王の方はなんかさっきのちょんちょんがある気がするんだけど、ただでもこの表記的にはなんか合ってた気がする、どっちかな気がする。正解は僕が用意したのはこちらです。おー、人の夢は終わらねえですね。絵がカタカナでしょ。あー、オッケー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 。だけどさっき出たの意地悪ってそういうことかいで、海賊王にの方はあれがあるんですね、はい、やっぱちょんちょん入ってるよね、海賊王に。どれ、ちょんちょん入ってて、でね、こっちはね、ちっちゃい「つ」がね、あるのよ。あー、で、何箇所かさ、言うじゃん、これルフィだから、どこかはね、この表記だった気もしなくもないんだけど、まあ、とりあえず、たかしさん、正解でございます、はい、ケイさんはまあ、普通に、どうなの。あ、まあ、ケイさんもありか、正解にしよう。うん、正解でいいか。やったはい、では次こちら。え、これはむずい。いやー、分からん、なんかこれだけずっと見てると頭バグってくんで、なんかこれむずいね。いや、むずいな、ちょっとやっぱ漢字がむずいな。その漢字がどこなのかが。漢字はね、もう最初の2文字だけ、うん、2つ、あそこだけが漢字、そこだけ。空島、なんで空島にそんな行きたがってる前半ではあるかな、前半というか、まあ60巻より前ではあるかな。2列目の最後の文字と3列目の最後の文字はちっちゃい文字です。
ちっちゃい文字。まあむずいね、これでも。これむずいね。たかしさんっていうやっぱ人は分かってもいいかもしんない。たかしさんといえばやっぱこのキャラというかね。あー待って、分かったかも。それで出てくんのなんかすげえ悔しいけど出てきたわ。分かった。ケイさんも分かんの。ケイさんも分かんの。じゃあ、たかしさん。はい、バン。奇跡なめんじゃないよ。おはカタカナでちっちゃいおですね。ちっちゃいおですね。じゃあ、ケイさん。あ、そっちか。奇跡なめんじゃないわよって書いちゃった。あー、まあでもね。あー、まあまあでもね。正解はこちら、はい、奇跡なめんじゃないよですね。なめカタカナか。なめカタカナだ。俺ひらがなで書いちゃった。なめはカタカナなんですよ。これ慣れちゃったら多分ダメだ、これ。 0.5 ポイントで、たかしさんね、とりあえず。やった。もう今何点か分かってないけど。Kさん 0.1 ポイントで。刻むな。何点か知らんけど。分かんない。今回なんか換算がすごい分かんない。今日はまあもう挑戦ということでね。そうだね。では次どのレベルがいいですか、Kさん。今ぐらいか。これいけるかな、これ。むずい。これ全部セリフ言えるかな。ちょっと多くない？多いな、分かんな。いや多くね。50音表なんか逆さにして眺めてるみたいな。いやでもなんかね、この確かにびっくりびっくりはてな、びっくりびっくりはてな、そう、そこなのよね。見たことある気はするんだよな。なんだこれ。まあ上の2つ当たってでも全然いいですよ。これはどうなんだ、さっきよりはまあ名言じゃないかもしれない。漢字どこ、漢字。大事な漢字は最初の行の1個目2個目と4個目と、2個目の行の1個目2個目4個目5個目で、あと下はね、もう多分上が出れば、うん、俺とか計算出ないかもだけど、たかしさんは出そうな気がするな。で今回逆に計算がね言ってくれても嬉しいけどな。ヒント今の。ヒントじゃなかったら嫌なやつですよね、ただただ。最初のは分かったぞ、これ多分合ってるかも。まあ下が結構ね、むずい。下ちょっと丸と一致すんのがむずいね。でも漢字も下はあるけど、あれですね、あの一文字は一文字の漢字ですね。はいはい。ちょっと分かんないよ。ちょっとじゃあケイさん埋めてみてよ、もう文字いっぱいあるし。いや埋めねえんだよ、だからこんだけ言われたら。埋めれないのよ。下の2行はこれはむずいんじゃない？俺もちょっと正直わかんない。あのね、一言一句のあれは難しいな。上は知っててもおかしくないよ、Kさん。ワンちゃん知らないのかな。いやここはむずいんじゃないか。この後だよね、その後。あ、うん、これヒント、 Kさんの好きなセリフの前、うん、だ。じゃあこの後は多分あれなんだ、きっと。いやちょっとわかんないな。ギブアップですか。うん、とりあえずこの後のセリフを書いておいた。じゃあ Kさん、ちょっと上はもうまあ何も空欄ですけど、うん、空欄をベラベラベラって喋って、うん、勝者だけが正義だ。惜しい。そうそうそう、そういうことだよ。だからこの前がなんか悪、正義も悪もないだろうみたいなこと言ってた気がするんだけど。いやでもそうそう。いや、たかしさん。バン、海賊が悪、海軍が正義、そんなもんはいくらでも塗り替えられてきた。正解はこちら、海賊が悪、海軍が正義、そんなものはいくらでも塗り替えられてきた。正解でございます。おお。わあ。一文字そんなもんって書いちゃった。ああ、そうなんだね。まあ、応募正解でしょ、でもそこだね。うん。やったー。これはすごい。やっぱね、このびっくりびっくりハテナがね、特徴的だよね、やっぱこれ。はい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 。これ名言なのかな、わかんない。こちら。ああ？でもなんか見たことあるぞこれ。まあ一応ね、僕がこう聞いて、ああ聞いたことあんなっていうセリフは一応チョイスはしていますけれども、どうでしょう。これ本当にさ、要は縦にしたらさ、要は2行目にこの棒が入ってる。あ、このまんまですね。縦にした時のまんまになってますさ、全部。なるほど。あれ、まんまって縦に文字書いてたっけ。やば、急にやば。分かんなくなっちゃった。どう番組出した。これ出したいな。これはでも分かるかもね。漢字ヒントください。漢字ヒント。漢字は1行目の1個目と3個目で、2行目の丸の1個目、3行目の1個目。はいはいはい。どれも漢字にしなきゃ入らないやつですね。ダメだ、出てこない。わかんない。じゃあヒントはアラバスタ編かな。アラバスタ、ほぼほぼアラバスタかな。なんだ、出てこない。なんだこれ。じゃあもうキャラ名ヒントいきます。
うるさい、ロビンちゃんです。ロビン、セリフとしてはむずいかな。当てはまるな、当てはまるけど、これ合ってるか。まあ有名セリフではあるけど、その海賊王に俺はなるとかそういうほどでもない気はするけど、まあ印象的なシーンではあるかな。こりゃむずいか。ちょっと何も書けないな。ちょっとじゃあロビンっぽいセリフで埋めといてください、ケイさん。ロビンっぽいセリフ。ではケイさん。バーン、私はロビン、考古学者になる。もうなんでさっきからなるってさ点つけたがんだよ。ザ、なる。高校の子にも点々がつきます。点々点々、考古学者になってるよ。考古学者なるじゃん、しかも。あー、そっか、考古学者なる。あー、4文字だった。そっか、だから間違えた。考古学者になる、なる。いやー、これかな、わかんない。ちょっとバーン、私の夢には敵が多すぎる。正解はこちら。私の夢には敵が多すぎる。正解です。素晴らしい。当たった。そこ棒が入ってんのか、そこね。入ってんですね。ロビンちゃんね、たまに入るみたいな。むずいよね。いやー、これ言われて今、ああそうかってなった。自信なかったもん。これでキャラ名分かっててもだいぶむずいですか。いやー、むずかったね。基本的に全部むずいですけど、これもむずいかな、うん、こちら多いな、点が。まためっちゃ多いな。わー、これは特徴ってことですよね。確かにこんだけ点言ってる人いたよな、なんかすげえ点がある。なんだこれ。わからん。わかんないな。麦わらの一味のセリフです。麦わらの一味、なんだ。漢字ヒントください、漢字ヒント。漢字はそんなにないかな。あ、漢字でね、あの文字数が増えちゃうことはないです、うん、あ、ない。 OK、 分かった。問題はこの1行目の最後、ここがね、あのちっちゃい文字なんだけど、うん、だからむずいですね。ここはよくあるそのワンピース特有のそのちっちゃい文字というか、カタカナちっちゃい文字。あ、別のが出てきちゃった。でも漢字が別に詰まってないんだよね。詰まってないね。2個あるけど、どっちも1文字だから、そんな気にしなくていいか。へえへえへえ、じゃあ違う。Kさんもやっぱ分かってるんですか。何にも分かんないよ。分かりたい。でも分かりたい、でも分からない。いやいや分かりたい。何それ、メンタル確認してんの。空島編、空島多いな。あ、待って、来たー。来たわ、これは多分そうだよな。じゃあ皆さん最後シューヒントです。サンジさんのセーフです。サンジ、空島、うん、空島は、うん、本当に空島は本当に分かんないんだよな。ケイさん、ナミスワン、これうまい、それだ。やば、バグってる。サンジバグっちゃったじゃん。ナビスワン、ナミ、ナミこれうまい、それだ。やば。はい、ではたかしさん。はい、バン、タバコの火欲しかったとこだ。それでは正解こちら。やだー、タバコの火欲しかったとこだでした。ここか、わー、めちゃめちゃいいシーンじゃん。真っ黒焦げになってるね。ここすごいね。そうそう、エネルにやられてね。焦げてる表現をこの点々で表してるってことでしたね。はいはい、だダメージ食らいつつも、ただ心折れてないというかね、エネルに向かってタッグ切ってる感じで、ね、うん、ちっちゃいカタカナ特有ので分かった。あ、そうね、それで分かんないとあれ一文字足りないなってちょっとね、なりそうな。そう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 。じゃあラストいきますか。ラスト、はい、はい。これでもむずいですよ、このセリフもむずい。点々は焦げを表してるっていうちょっとヒントが生きてくるかもしれないです。え、こちら、なんだなんだ。すげえ記号多いな。これはね、たかしさんでも当てはめれんのかなっていうセリフだとは思うんですけども。マジで、これなん、でもなんかこんだけ言ってるのもあるもんね。だってやっぱね、作中でね。うん、わからん。これはまあ計算わかんないでしょうね。は、早っ。さっきも言いましたけど、この点々点多い時はちょっとね、ボロボロの時がね多いのかなっていう印象ですして、はいはい、今回もそうでございます。なるほど、もうめちゃくちゃボロボロ。1行目の1つ目が漢字です。1つ目で最後はちっちゃい文字だけど、別にカタカナじゃない。で2行目は最初の文字、はいはい、で3行目は2つ目と3つ目が漢字ぐらいかな。他もまあ漢字はあるけど、あのひらがなでも成立するかなっていう、うんうんうん、セリフとしてもむずいからな。だから名シーンではありますけど、わかんない。ボンちゃんのセリフです。ボンちゃん、これでもむずい。こんな当たんない。こんなセリフ覚えててるかもわかんないです。ボンちゃんのどこだ。55巻のセリフです。インペルダウンってことでしょ。むずいです、セリフとしてはもう。あ、名言とかじゃないってことね。
もう記号があるから作られた問題と言っても過言ではないですね。いやいやいや。ただ名シーンではあります。点々が多すぎるな。埋めようもない。埋めようがない。そう、埋めようがない。埋めようがないです。文章を考えられないよ。ゼロから作ってるからね今。インペルダンの印象的なセリフ頭に出すけどやっぱ当てはまんないねここにね。うん、そうかも。これむずいわ、全然わかんない。最初の2行言っちゃいます。じゃあ後半の方が名言な気がする。麦ちゃんちっちゃいつ。適当に書いたら合ってた。そんなことある。次の行見ちゃいますか。うん、ここではフリーガナ、まあ漢字なんですけど、出すけにギダってなってますね。はい、で、キも漢字、はい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 、出すけにギダ、助けるとき来るが、漢字だけど、あの漢字にフリーガナで点々振ってって感じかな。え、あれこのセリフじゃなかったっけ。あれやべえ、なんか別のセリフ出てきちゃうな。あーダメだ、わかんない。うわ悔しい。わかんない、ギブアップ。はい、じゃあ、はい、K さんとりあえず見ましょう。バーン、麦ちゅわん、これは私がよ、いな、それはなんでだよん。いや2行目まで俺言いましたからね。2行目はすべて僕のにしてください。2行目まで変えてくれてるっていう。いでも先に変えちゃったからさ、もう変えれなかったのね。もう変えれなかった変えれない。そんなことないんだよ。消して書きゃいいだけなのに。あの時あっちし逃げてごめんないっていうのが出てきちゃった。こちらです。友情の名のもとにがここに入んのか。そうなんですよ。湯がね、湯っていうね、湯が出なかったわ。これはむずい、激ムズ問題。ボドニなのか、うん、ボドニか。うわーだがこれ悔しい。これはもうでもめちゃくちゃ、はいはい、びっくりマーク多いですからね全部で。多いね、多いし点々もこんないっぱいついてたから。そうなのよ。まあ惜しかったね俺のやつね。惜しくはないのよ。2行目まで書いてるし。麦ちゃんは書いてたから。ちょっと違うけど、麦ちゅわんって書いちゃったからあれだね。波さんの。そこに引っ張られてる。という感じで、まあこれはね難しかったでございますけれどもね。ちょーっとすごかったね。うん、難易度高いなこれね。今までで一番難かったかもしれないですね。いや、難かった。これ今後もね、たまにこういうね。のをやってね、はい、やっぱナレッジキングがいつですか、はい、うん、毎年11月ぐらいですか。10月末から11月だね、ね、うん、に向けてね、近づくにくれてね、ちょっとまたやっていきましょう。確かにそう ね、直前でこういう企画はいいかもしれない。はい、今日ここまで、最後まで見てくれてありがとう。次も見てね、明日も楽しみ。またね。難かった。だからお願いします、チャンネル登録。